ムサカリフォルニアゴールドは私の裏山での劣悪な環境での栽培と、本年は、まあ、1月の冠雪、2日連続の冠雪、そして低温と、それから梅雨明けの干ばつ、長期干ばつと、その後の9月の雨の連続とで、まあ不運と悪天候に翻弄された形になったんですが、まあ出来はしてですね、これが靴べら派ですね、裏側ですが、そうしてここに葉っぱの合間にぶら下がっている花苞が見えますが、小株の方は雨が降ってくれたので2本成長してきているんですが、何しろ10月ですから11月までなんとかここに置いても2ヶ月やそこらで収穫できませんから、前に言っていたように、これは全体を掘り上げて小株を切り分けて、親株だけ大型陶水ポットに植え込んで、サンルーフ管理で、まあせっかくここまで来てくれましたので、最後どうなるか全うさせてあげたいと思ってるんですね。まあ、はなはだ申し訳ない気持ちをこのバナナ苗に対しては持っていますんでね、まあ最大限収穫とまではいかなくても、それに近い形になるところまでは行かせてあげたいなと思ってるんですね。